ウィリアム・ナイジェル・アーンル・ブルースは、イギリスの俳優。舞台や映画で活躍した、性格俳優である。ベイジル・ラスボーンが、シャーロック・ホームズを演じた映画シリーズや、ラジオドラマシリーズでのワトソンー師役で知られているほか、アルフレッド・ヒッチコック監督の、レベッカや、弾劾にも出演している。第10代順弾尺、サー・ウィリアム・ウォーラー・ブルースとその妻アンジェリカの次男、母アンジェリカは、 ジョージ・セルビー将軍の娘。両親が休暇を過ごしていた、メキシコのバハカリフォルニア州エンセナーダで生まれる。スティーブ・ニッチやオックスフォードシャーで教育を受けた後、1914年に主官として第一次世界大戦に従軍するが、カンブレーの戦いで左足に11発の銃弾を受けるという大怪我を負い、その後の戦争中のほとんどを車椅子で過ごすことになる。 1920年5月20日にロンドンで初舞台を踏み、フットマンを演じる。同年10月にカナダに渡り、舞台エリザ・カムズにモンタギュジョー冗談役で出演した後にイングランドに戻り、同じ作品の同じ役で旅巡業に加わる。以降はコンスタントに舞台に出演し、8年後にはサイレント映画にも出演するようになる。 1934年にはハリウッドに渡り、その後、ビバリーヒルズに今日構える。おどけた、ぼけた紳士を演じることが多い。生涯で78本の映画作品に出演し、代表作には、宝島や、すすめ隆起兵、レベッカ、断崖がある。他にも2本の記念碑的な作品に出演しており、巨影の詩は、 テクニカラーを使った初めての総天燃食長編映画であり、また、ブワナの悪魔は初の 3D 映画である。また、珍しく悪役を演じたアメゾフルは特殊効果でオスカーを受賞した初めての映画である。最も有名な役は、親友であるベージル・ラスボーンがシャーロック・ホームズを演じ、1939年から1946年まで、 続いた映画シリーズでのワトソン医師役である。同映画シリーズの14作品、同じ配役のラジオドラマシリーズの200作品以上に出演している。ラスボーンよりも年上に見られることが多いが、実際にはラスボーンよりも3歳年下である。ワトソン医師といえば、ナイジェル・ブルースと言われるほどの強い印象を残しているが、ホームズの熱心なファンは、 原作での知的で有能なワトソンと異なり、ボケていて土地ばかりしている人物として描かれていることに意義を唱えているというニックネームが付けられた。ローレン d エッ l ルマンはブルースについて、次のように書いている。If, A.Mop buckets in, a p p e a r e d in, A.S.E.N., c e His foot would be inside it, and if by some saddlick, twist of fate and the whim of director. ロイ・ウィリアム・ニール・ヒー、マネージド・ツー・スタンブル・アポン・アン・インポータント・クルー、ヒーク・トビー・ディペンドット・アポン・ツー、ブロー・ヒーズ・ノーズ・オニット・アンド・スロー・イット・アウェー、また、次のようなクレリヒューがある。コナン・ド・イル・セット・ワトソン・ワズ・ホールムズ・ホイル、バット・シュアリー・ヒー・ニード・ノット・ハブ・メイド・ヒム・サッチ、エー・クロット。その一方で、ラス・ボーンは、ブルースの演技を高く評価しており、ワトソンは、映画の、最も愛すべき、 キャラクターの一人であるとしている。ラスボーンとブルースのコンビによる映画シリーズは1946年にプロデューサーで監督のロイ・ウィリアム・ニールが亡くなったことで終了する。それ以降、特に1970年代以降はアーサー・コナンドイルのシャーロック・ホームズシリーズの映像化をはじめとする主要な本案作品のほとんどで一般的に固定したイメージに意識的に反する。 形で、ワトソンを原作に忠実に有能で実行力のある人物として描いている。1921年に、イギリスの女優バイオレット・キャンベルと結婚し、最後まで添い遂げた。彼女のことは常に愛情を込めて、バニーと呼んでいた。二人には、ジェニファーとポーリーンという娘がいる。ポーリーンは1946年に、イギリスのエースパイロットであるジェフリー・ページと結婚している。 友人からは、ウィリーと呼ばれ、ロサンゼルスのイギリス人映画集団の主要メンバーだった。また、ハリウッドクリケットクラブのキャプテンでもあった。アメリカ合衆国で長く暮らしていたにもかかわらず、同年代の仲間たちと異なり、イギリス国籍を捨てることはなく、亡くなるまでロンドンの紳士クラブに席を置いていた。最後の映画は、亡くなった翌年1954年に公開された。 ワールド・フォー・ランサム。1953年にカリフォルニア州サンタモニカで心筋拘束により58歳で亡くなる。遺体は仮装され、遺体はロサンゼルスにあるパインズ仮装場の礼拝所の地下墓所に保管されている。ゲームズ、ゴシップグリースプントのタイトルで自伝を執筆したが出版されることはなかった。しかし、 抜粋がシャーロック・ホルムズ・ジャーナルに掲載され、許可を得た上でオンライン上に投稿されている。ありがとうございます。